おはようテラちゃん活動中で言い足りなかったことのお時間に参りました。ですね、今日も寺島直和さんと一緒にですね、いろんな話したいんですけど、なんと今日は歴史的な日になっちゃいましたね、はい、篠原さんでよかったっていうもうだってね、6時のちょっと前ぐらいに、あれそのもう少し正確には前なんでしょうけれども、はい、トランプ大統領があの記者会見したし演説したなんていうニュースが入ってて、で篠原さんがそれをご覧になってるって情報まで入ったんですよ。篠原さん間に合うのかなと思ったんですが、そこはお見事でございます。まずですね、実は昨日からねホワイトハウスに寅さんいたんですけどね、はい、ホワイトハウスを離れると、で今日ですね、日本時間で5時からテキサス州のアラモっていうね、これ西部劇で有名なとこですよ。ジョン・ウェインが出たね、アラモって映画のアラモですよ。どこかで聞いたなと思ったら、そこなんですね。まあテキサスがね、メキシコから独立するときに大激戦があって、テキサス軍がですね、全滅するまでね、優勢なメキシコ軍に対してね、全滅するまで戦ったけど、結局彼らの努力がね、相まってですね、テキサス州はメキシコから独立し、アメリカ合衆国に編入されたと。はい、まあ、これ侵略云々という問題で言うとね、ちょっと難しいんですけどね、テキサスの人たちにとっては自分たちのアイデンティティだし、アメリカ人全体を見ると、アメリカの独立を守るんだよということの大事な戦いの一つなんですね。で、その場所で、トラさんが演説したっていうのはね、いろんなメッセージがあるわけなんですね。というのは、もう背水の陣で戦った場所でしょ。だから僕はもう絶対これはね、負けるようなことはしないぞっていう決意を示すんじゃないかとも言われてたわけなんですね。で、現実にですね、ただホワイトハウスを離れる際、それからですね、空港について、エアフォースワン、いわゆる大統領専用機に乗る際に、ぶら下がり会見やったんですよ。よくありますよね、日本でもね、首相に対してぶら下がりっていうね。それぞれね、5分ぐらいずつやったんですけども、その時に、まず、トラさんが強調したのは、私はもう暴力だけは絶対ダメだと。はい、暴力っていうのは反対だから、もちろん1月6日のね、議会突入っていうのもね、認めてないし、これが最終的には警備陣の努力で排除されたことはね、他として感謝していると、最後まで私は暴力反対貫くんだということを言い残してですね、それぞれ去っていったんですね。で、演説はですね、5時から始まらないで、結構5時から経ってから始まって、22分間行われたんですけど、内容的にはですね、一つは なんでアラモだったかって話をしてるんですけども、450マイルにわたるね、いろいろ不評もあったんですが、メキシコとの国境に壁を設けましてね、不法入国を防ぐというような対策。それで、まあ、アメリカの社会が切り崩されていっちゃうことね、入る人はちゃんと合法的に入ってもらって、ちゃんとやろうじゃないかと、そういう対策で、アメリカの安全を守る対策でやってきたんだと。で、私は、その安全というものはね、政治に優先されると。ですから、次の政権、になってもね、これはもう変えないでほしいということでね、初めてね、バイデンさんの名前も出してね、次の政権って話をしたんですね。合わせてですね、自分自身について下院でもね、いろんな動きがあって、例えばペロシ議長がですね、ペンス副大統領に修正憲法25条に基づくね、大統領罷免をやるべきだとかね、国防長官に話をするとか、議会ではですね、弾劾訴追決議を上げる、まあ動きに出るとか、いろんなことをやってることに対してですね、牽制する発言したんですよ。要するに修正憲法25条を持ち出すと、実は困るのは私、トラではなくてね、梅さん。梅さんが困ることになるよと。これは梅さんについて、不正事実をいっぱい握ってるぞって意味なんですよ。まあもちろんですね、この間ですね、州議会を舞台にして、再びですね、州議会では、もう本当は今回の選挙に認められないんだと、不正がこんな行われたっていうのをもう一度蒸し返して議論されてるんですよね、公聴会までね。ですから、かなりね、私は、今回、梅さんがね、継ぐことになってもね、不安定化するんじゃないかなと思ってるんですよね。そういうところなんですよ。そうなんですね。だから僕は、今日はね、妥協の可能性も示したけど、場合によっちゃ俺は下がらないぞと、アラモなんだから下がらないぞっていう意思を示したのが、今日のトラさんの演説だったと思ってですね。その演説、記者会見の場所っていうのもしっかりと考えてるってことなんですね。ここはそうですね。例えば、ポンピオさんが去年の7月にですね、対シー国政策を見直すときにね、シー国政策を逆の意味で変えた、リチャード・ニクソン記念
リチャード・ニクソン大統領を記念する図書館があるんですよ、はい、この図書館は非常に重要な図書館なんですが、その図書館の前で演説してるんですよ、はい、で C 国は人権に対して挑戦してる、世界に対して挑戦してると、はい、我々はこれを許すことはできない、全面対決するっていうような演説をした場所が、そういう象徴的な場所、逆に、米中和解をやった大統領を記念した場所でひっくり返すぞっていうことをやる、だから、はい、演説の場所ってすごく大事なんですよ、大事なんですね、はあ、そこから読み取れるものがある、あるんですね、ってことなんですね、はい、だからそういう点ではね、今回のトラさんのメッセージっていうのはね、かなりね、まだ決着はつかないぞという意思と、はい、でも場合によっちゃね、あんたにね、移行するように私は努力する、はい、その一つの表れとしてですね、ワシントンですね、首都ワシントンが今、はい、緊急事態宣言に基づくですね、都市封鎖に行う、要するに、はい、夜間外出禁止で、軍隊は1万5000人ですが、これね、部隊の単位で言うと1個師団、一つの作戦単位なんですよ、はい、大きな作戦単位で軍隊が配置されたと、ですから、公開言われていたですね、保守派のね、ミリシアと言われるね、民兵組織があるんですが、この人たちがクーデターを起こすんじゃないかということも取り沙汰されていて、こういうものもですね、軍隊がいる以上これはできません、はい、でも逆にですね、いろんな意味で不正が行われている中で、大統領がね、その気になればですね、この軍隊の庇護の下でですね、はい、被疑者を例えば国会議員でも逮捕するってことができます。できるんですね。だから、その両睨みでですね、はい、1月11日から、はい、大統領就任式は1月20日って言われてますけれども、それが終わった24日までね、はい、そういう都市封鎖状態に置くっていうふうに大統領令を出しておりますので、はい、ここでどんな話し合いがね、両者でされるか。特にですね、トラさんに対してはですね、ペロシさんが突きつけてるのは、4年後にもうあんたは出れないよと。はい、いうことを紐付けるためのものなんですね、弾劾訴追というのはね、はい、でこれがまあどういう扱いに、ね、下院でなっていくか、下院ではもう話し合いがされて、話し合いがされれば13日に可決される見通しですけども、はい、まあ、上院では通らないことが分かってるんですよ、一体こういう象徴的なことをですね、どこまでやるかっていうのがね、今の見どころかなと思います、だから場合によってはですね、いやダメだなんてことになってね、民主党側が狂っちゃうと、はい、またどんでん返しがある可能性もありますね、これそこまで来てる。今のお話ですと、その下院でもし弾劾訴追が、まあ、通ったとする時点でもうトラさんは出られないんですか、4年後、でも訴追がまた次にあって裁判所で判決が出ないとダメだから、はい、実際はそんなにね、弾劾訴追の決議が上がったからって今の時点ではね、有効性が甚だ薄いですね、むしろその過程でどうもペロシさんもいろいろ悪さやってるんですよ、C 国との関係でね、はい、いろいろ会うとかね、でその際に一つのね、揺さぶり材料になってるのは実は議会への突入事件の際に、はい、ペロシさんがねコンピューター置きっぱなしにしちゃったんですよ、それ持ってかれちゃったんですよ、はい、持ってかれてボートが持ってったんじゃなくて、どうもね、トランプ陣営が発表してるんだとね、軍隊の特殊部隊が抑えたと、ほう、だからあんたのやってる中身分かってるよ、でも実際パソコンの中にどれぐらいの中身があるか分からないんですけどね、そういうことをですね、トラさん側についてるですね、退役中将が発表しております。あ、そうなんですか。そういうこともあってお互いまだ揺さぶり合いが続いて、ギリギリまで攻防が続くんでしょうね。そうなんですね。だからまだ分かんないですよ、はっきり言って、ひっくり返ってね、完全にですね、梅さんが白旗を上げてですね、トラさんに移譲しちゃうってこともないわけじゃないですね、これがどうなるか。ただ言ってるのは実はもう一つ裏でね、ポンペオ国務長官が、はい、ずっとですねツイッターでツイートをねかなり短い間隔で繰り返してトランプ外交の成果っていうものをずっとね並べたんですね、人権外交の話もやってます、あるいは C 国に対する対決姿勢の話もやってます、ウイグル問題まで言及してるんですよね、はい、ウイグルのダンスの話までね、でこれは変えることができないという、うん、要するにある意味ではトラさんがですねアラモでやった演説にこうする仲間になってるんですね、はい、その上で彼も2回ですね、ゆうべとですね、ゆうべというかね、昨日のですね日本で言った明け方が、はい、昨日の夕方ですね演説してます、はい、でその中身はですね、安全は政治に優先するという結論なんです。だから、要するに対立をね深めてガチャガチャにねアメリカがなっちゃうよりはね、今言った条件を出してるわけですよ、移民政策でも何でもね、きちんとアメリカのね安全を守る立場でやるっていうことがね合意されるかどうか、そこをですね
おそらく梅さんたちに突きつけてるという段階じゃないかなと思ってます、はい、そのポンペオさんが言ってる中の一つに、そのトラさんはやはり元に戻そうじゃないのよと、なんか今こう、うん、例えばね WHO だなんだっていうのが少しこう変化しすぎてませんかっていうのを言いたいようですね。バックトゥーベーシックスっていうね、あのスローガンがあるんですよ、あの国務省ね、それを言ってるわけですよね。その言葉はですねポンペオさんも使ってます、はい、で何かあったらですね、もうなんか歪められてると、うん、どっちかというと全体主義国家がね、うん、そういう機関を使っていろんな国に圧力をかける、はい、例えば国連のですね人口基金なんかはね、C 国のですね政策を支持するようなこともやってると、はい、財政的にはそれをね支援してると、それはもう看過できないと、もう一度国連の原点に立ってね、バックトゥーベーシックスだと、はい、いうことがね、トラさん外交のね、一つの基本だということを言ってるんで、これをですねぜひね梅さんにも継続してほしいということで、はい、実はですね、国防総省はずっと長く引き継ぎをですね抵抗してたんですが、国務省はですね実はですね、ポンピオ長官が次のね、例えば梅さん政権になった場合の国務長官になる人とですね会談やってます。あ、そうですか、で9日に会談やったんですが、その際にですねポンピオさん言ったのは、円滑なですね、政権移行に対してねちゃんと準備していくし努力するんだということも表明してるんでね、だから条件次第ということでしょうね、これは。そうなんですね、はい、話全く変わるんですが、はい、今朝のいでたちもね決まってるんですよね何かの YouTube で見ても、あれ篠原さんってアメリカ在住の方ですかみたいな。そうですね、結構導入行ってきましたね。いや、そうですね、なんか1月6日にワシントン DC にいたおっさんたちに見てきたなと思います帽子もそうですけどね、部屋でやるときはね、トラさんの、ね、T シャツを着たりしますからね、はい、まあだから私はそういう意味では起死鮮明にしてものを言うっていう、ただ嘘は言わない気なんで、はい、まあ、そういう立場でやってきたって言ってね、それはでもねやっぱりアメリカのフォードも見てる人がいるみたいで、多少はですね英語でですね、激励のコメントが入ったりしてます。あと割とね、僕は面白かったのはアメリカ在住の日本人がね結構ねコメントしてくれるんですよ。そうなんですね。で、いやうちの亭主は、梅さんの方なんだけど、私はトラで頑張ってるんだと、夫婦喧嘩になるけど頑張ってるなんて人までいてね、結構面白かったですね。そうなんですね、はい、ですから考えてみればね、例えばそのテレビだとか、まあ、ラジオだとかっていうのはそんなに今までの認識としては全世界にって感じではなかったですけども、はい、今インターネットってのはもう瞬時に全世界の情報も得られるし、自分の発言も流れるってことなんですもんね。そうなんですね、だから、まあ、そういう人たちが感じてるのはね、もちろん日本っていうのはもうこうやった文化放送がですね機会を与えてくれるのはありがたいんですけどね、ほとんどオールドメディアはねこの問題ね解決されてないけど、アメリカでは結構伝わってるんですよね、はい、例えばちょっとマフィア的なね組織がね、バックをしちゃって闇取引が行われてる、ね、それに対してね結構ね国際的に協力が始まってね、ヨーロッパの闇市場をね、捜査人がね、叩き潰したとかいうニュースも昨日流れてるんですよ。これは実はですね、トラさん外交の成果なんですよね、はい。外交努力の成果なんでね、こういうことはもう、歯車はもう回り始めてね、止められないよっていうのもポンペオさんの一つのメッセージなんですね、はい、だからこれ政権が今もし変わってもね、トラさんから異常されてもこの方向は変えちゃいけないんだっていう意思を強く感じましたね、はい、いやいろんな情報本当に勉強になります、ありがとうございます。まあ、そんなことでね、残業時間長い、本当は緊急事態宣言を話したかったんですけど、まあそれはまた別としてね、また来週も頑張りたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、帰りの車の中です。今日はですね、まあなんていうか歴史的な瞬間に立ち会ってですね、このおはようテラちゃん活動中に出演することになっちゃいましたね。本当にびっくりですよね。寺島さんもですね、今日は篠原さんでよかったなっておっしゃってたんですけどね、本当に文化放送もこれだけですね、トラさん排除がマスコミの中で徹底されている中でね、本当ご配慮いただいて自由に喋らせていただいて本当に大感激でございました。番組で言えなかった点はね、かなり細かくですね、先ほどまで申していたんですけどね、ともかく私はですね一言を言えばですね、やっぱりこうトラさんという人を見てきてよかったなと思います。まだ終わってません。彼の本領発揮はこれからだと思ってますけどね、本当にですね、ポンペオさんおよびですねトランプさんが
合言葉にしている安全は政治に優先すると、要するに今ですね、このニュースの中でも取り扱ったんですが、 C 国がね、全面対決姿勢でね、対艦弾道ミサイルの実験に成功したなんてニュースがあったりする中で、台湾の独立、これはですね、台湾についてアメリカが従来の政策を変えて、直接外交的な準外交関係を持つという点はですね、実はアメリカの連邦議会ともコンセンサスができていて、そのバックアップもあってポンペオさんはですね、国連大使を派遣するという流れになったわけです。またですね、この年末から年始にかけての動きの中で、私取り上げましたけども、下院のですね、民主党とあるいは上院もですけどね、トラさんの不思議な共闘が起きたわけですね。共和党の上院の院内総務がですね、半トラでまとまってるだけじゃなくてですね、実際まだこれまだ実現しなかったですけどね、国民一人当たり給付をね、600ドルから2000ドルに上げろということはですね、トラさんと民主党が一致してですね、バーニー・サンダースなんかも賛成して、議会で主張したわけなんですね。こういうですね、安全すなわち国民の生活だと思います。こういうものを本当に守る立場で政治というのは見直されるべきだし、まあ、はっきり言うと共和党の中にもいろいろ裏切り者とか利権にこう染まったものとかいうものも随分ね、今回の選挙戦を通じてですね、炙り出されてきたと思うんですね。それこそアメリカの敵なんだということを明らかにしたのがトラさんの大きな功績だと思います。しかしこういう勢力も座してですね、死をね迎えることはないと思います。激しい抵抗これからやると思う。これをどうね、突破してですね、アメリカの明日を開くかというところで、一種ですね、妥協策も含めたね提案をしているのが今日のトラさんの演説だったんだと思っております。まさにですね、荒も砦で、押し寄せる大軍を前にですね、背水の陣で戦ったテキサス軍のですね、教訓というかその残した事跡をですね、自分の身に置きながらですね、訴えをして、ですから訴えを受けた人が大騒ぎするとかそういうことじゃない、しっかり22分の演説をですね、トラさんの演説を受け止めているっていうのも僕の、まあ限られた映像から得られた印象ですね。まあ、これを軸にしてですね、また新たな情報も来ております。私今日ですね、また夜ライブやらざるを得ないと思ってるんですが、外伝でですね、このトラさんの動きに呼応したですね、はっきりと DS 勢力の拠点が各国警察によって、取り締まりがされ始めました。ウクライナの横のモルドバでですね、闇取引市場の摘発があったと。これ詳しいニュースがですね、ロシアの友人から今送られてきてます。これについてもですね、夜は詳しく解説しようと思ってます。全部ですね、トラさんのポンペオさん、トラさんのですね、いろんな外交の成果で、各国の警察が動き出してるんですよ。だからこれをですね、見てですね、本当のトラさん外交の成果、トラさん外交の成果ということを非常にですね、ポンペオさんはツイッターでも強調してるし、2度にわたる、昨日までの2度にわたるですね、演説でも強調していました。この辺をですね、よく理解することが今後のですね、アメリカの動き、トラさんの今後の動きを理解する鍵になると思っています。まあ、そういうことでですね、また夜皆さんにお会いすることになると思います。今日はここまでにします。ありがとうございました。